今回から三々角戦法について紹介したいと思います。この局面で三々角と上がる形になります。この三々角戦法はですね、現在横歩取りで、主流となっている後手の戦い方となります。意味としてはですね、2二角成という手をまず防ぎつつ、三々に角を上がることによってすぐに2四飛車みたいな手を防ぐというのが一つと、角をお互いに三々に上がってある形で向かい合ってますので、いつでも角交換から激しい戦いができるというのが後手の主張となっております。この三々角はですね、だいたい昭和50年代ぐらいから指し始められて、年々この三々角自体のですね、対局数も増えていってるという状態になります。非常に優秀な戦い方で、後手としても十分に主導権を取れるという戦いができます。で、三々角に対してですね、応対がいろいろありまして、例えばすぐに3六飛車と引く手、他にはですね5八玉と上がるような手、他には6八玉と上がる手なんかも最近指されてますね。この6八玉はですね、大乱戦になりやすいので、初級者の方にはあまりおすすめできない戦いにはなります。今回はですね、三々角戦法の、導入部分、基本的なことを、紹介していきたいと思います。まず三々角に対して、指し方なんですが、これを例えば同角成と取ってしまうのは同金と強く取られまして、飛車取り、飛車取りと同時に飛車が逃げると後で桂馬を取られてしまうという形が残るので、先手にとって角交換はあまりお勧めできないですね。また同飛車成と取る手もあるんですが、同桂に7七角と打ってですね、飛車が逃げれば三三角成、同金、同角成としてですね、二枚替えで戦うというのもあるんですが、こうなったから先手がいいかと、例えば4二銀と上がられて、8九飛車成が残るので8八馬と引くような展開になった時に、これはこれで難しい戦いなんですが、ただですね、この角の瞬間に普通に8八飛車成と取られまして、例えば同銀と取ったとして2七飛車みたいな展開で、進んだとしてもですね、先手がそれほど良くなるわけでもないんですね。やっぱり持ち駒の角を先に手放してるというのが大きいですので、これはあまりお勧めしないですね。相手が何も知らなければ非常に有力な戦法なんですけれども、どっちかというと一発狙いみたいな感じが強いので、先手としてあえて好んでやる戦いではないと思います。ただし、後手を持つ方にとっては、知っておかなければいけない順ですので、三三飛車成と来られても大丈夫なようにですね、心の準備はしておいた方が良いと思います。先ほどですね、三六飛車や五八玉、六八玉があると話したんですが、この局面で一番やってはいけないのが、3八金という手ですね。中住まいで金開きということで、形としては十分にあるんですが、またですね、この飛車先が通ったままの状態で金が上がるとですね、これはリスクが高いですね。例えば、この3八金と上がった手自体がですね、こちら側が壁になってるんですね。ですから玉の逃げ道が非常に狭いということで、一番最初の頃に、解説したですね、三三角ではなくて8八角なると角交換してしまう順と同じような狙いなんですが、8八角成、同銀、4五角と打たれますと、
これたちまち困ってしまいますね。例えば2四飛車と普通に逃げたとすると2三歩、はい、歩を受けられまして2六飛車ですねの時にもうドカンとですね6七角成と成り込まれてしまうんですね。で同金と取って8八飛車成となった局面を見ますと玉が非常に危ないですね。次に5八銀と打つ手も残ってますし、この3八に金が上がった手がですねマイナスになってしまってるんですね。例えばここで同金と取らずに8七歩と打ったとしても、7八馬と取られて8六歩8八馬となりますと、まあ、2枚替えですし、この玉がですねもうこちら側は破られてますので向こうに逃げたいんですが、金がですね逃げ道を封鎖してますので非常に危ない状態となっております。ちょっと戻しまして、この4五角に対してまあじゃあ飛車を取り合おうと8七歩と打ったとしても7六飛車と取られまして、7七銀や7七桂や同飛車成と切る手も残ってしまうので、一回ですねここで7七歩と、はい、受けるんですが、まあ、その時にですね、まあ、飛車を取り合うのではなくて6六飛車という手がですねちょっとやらしい手なんですね。まあ普通の形ではあまり見ない手なんですが、この4五角戦法の時にはよく出てくる手で、まあ、同歩だと、まあ、どっちから取りますからね、飛車から取っても金取りが残ってますし、まあ、7八角成と潜り込んだとしてもですね先ほどと同じようにまだ飛車取りは残ってる上に銀取りもあれば桂馬取りもありますし、玉がですね逃げ道がない状態で非常に危ないですね。はい、で、まあ、6六歩と飛車が取れないですし2四飛車と逃げたとしても6七角成と成り込まれますしと同金同飛車成と突破されまして、これも後手は金を持ってますので、はい、先手玉に次5八金と打てば先手玉が詰んでしまうので、まあ、詰めろがかかってしまうという状態で、この飛車がですね成り込む余裕がないまま、破られてしまいますね。はい、ですからちょっと戻しますね。はい、あの形だからといって、まあ、手順をうる覚えでですね金が上がってから、まあ、玉が上がっても一緒じゃないかというのではなくて、はい、ここの手順はしっかり覚えてですね、まあ、5八玉と上がることによってこの6七、5七、4七という地点をですね玉で支えてますので、その状態になると例えば角交換で4五角打ってもこう成り込むことができませんね。同玉と玉で取ることができますので、はい、そういう意味でも、手順をしっかり覚えていただければと思います。まあ、この三三角戦法自体はですね戦い方がいっぱいありますので、今後少しずついろんな形について紹介したいと思います。今回はここまでです。